すみません、松本店長いますか。お久しぶりです。はじめまして。私東京から来ました。以前お電話で話した、はい、フローラ掃除の三本です、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、たけさんは今もう最近来てますか、こちら。いや、最近は来てないです。2ヶ月前に1回見られたぐらいです。あ、2ヶ月前に来たんですね。はい、ああ、そうなんですか。わかりました。元気しました。元気してました。でもあの人今忙しいですよね、たけさんって。そうですね。そう、だからなかなか電話しても出なくて。おお、そうですか。そうですね、あの人、はい。で今、コロナの影響なんで、ちょっとまああんまりそういった外出もできないような感じで、で番組ディレクターさんも、あの人が昔、むつみ屋さんで愛の貧乏雑誌大作戦で担当した番組ディレクターの方も、まあ、たけさんには会いたがってて、でまあ、たけさんももちろんそのディレクターさんに会いたがってて、はい、じゃあ今、一応、私が間に入っては一応やってはいるんですけど、ただ、そのディレクターさんもやっぱ仕事柄、こういう緊急事態宣言期間中とか。緊急事態宣言期間中とかは、ちょっと外に出れなくてってことは言ってたんで、はい、なかなか今会えなくてっていう感じで、はい、そうです。東京とかにも行ったりはするんですか？もうないです。行ったことあります？中野の。ないんですか？うちはないんですけど、うちのメンバーは行ったことあるんですよ。あ、東京行かれたことあるんですか？竹六ラーメンさん。中野に行ったもんね。滝さん。はい、中野に行ったよねっていう。はい、あ、中野にいたんですか。はい、自分と中学がですね、こちらのあちらの方で研修という形で、向こうの方でこのラーメンのやり方をノウハウを学んで、こちら北海道のこちら以前総本店って名乗ってたんですが、今そうですよね、北海道総本店か。はい。あ、向こうで細川店長から。そうですね、細川店長、深夜さん、石渡さん、はい、あとハン君とかですね。あと竹さんと。そうですね、竹さんも。はい。そうなんですか。はい。そっか。ちょっとログハウス的なちょっとラーメン屋っぽくないラーメン屋っていうむつみ屋もなんかそういうログハウス的な感じってな。月形町、あ、月形町は知らないですよ。知らないですね。松本店長は月形町のむつみ屋さんの頃知ってます？知ってますよ。知ってます。でやっぱこういう感じの作りだったんですってここまでログハウスっぽくしたんですか？以前は隣が焼肉屋さんででしてね、そちらの展開スペースとしてこちらを建てた形になりますね。ああ、そうなんですか。今その隣は何で？今はですね、野菜屋さんにテナントとしてお貸しして、今こちらで食事どころっていう形でやらせていただいて。ここは借りてるところなんですよね。いや、ここはですね、トンデンファンさんの敷地になります。だから要するに竹岡さん、松富さんは借りてるってことですよね。そうですね。そうですね。まず結局竹岡ラーメンさんをやってたんですけども、で。フランチャイズじゃないですけど、うちの会社が竹六ラーメンさんやってたんです、だけど、まあ、それだけだとちょっと集客があまりよろしくなかったんで、じゃあ、ラーメン以外のものも出せるように、店の名前も変えましょうか。だから結局、竹さんも来てたんですけど、全部、そういうアドバイスなりなんなりはしに来るんですけど。それ今はちょっとその名前が変わった時点でやっぱそうですよね。ちょっとトーンが下がったんで。ただまあ以前はそのノウハウとかをやりに来てる。そうですね。あ、本当だ、書いてある。2021年7月11日で、ああ、そういうことなんですね。なのでなんていうのかな、そんなにまあ使ってるラーメン、提供してるラーメン、竹六ラーメンさんの。ラーメンを今やってるんで、タレとかの取ったり前からもらったレシピとかはずっとやり続けてはいるんです。麺はどういう麺なんですか？やっぱ北海道産のものを使ってるんですか？そうですね。それもたけさんオリジナルの麺なんですよ。当店の麺はすべてオリジナル。それはたけさんの500種類ある中のラーメンの中のこのラーメンに合うこの麺っていうので3種類出してもらってますね。ああ、じゃあどういう麺使ってるかは分かんないですか？札幌麺、黄色い麺と細麺と、あとつけ麺用の太い麺、この3種類が結局たけさんのオリジナル麺。ああ、そうなんですか。いわく細麺使ってるんですけど、これには合うタレ、そのタレの細麺だから美味しいですよと、このたけさんのこれは札幌麺で美味しいですよ。つけ麺に関してはこの太い麺がこの国立牛すじつけ麺によく絡みますよっていうので3種類使ってます。国産なんですか？全部多分国産だと思いますけど、現状まではどこまでは分かんない。ああ、それは武さんに聞かなきゃ分かんない。そうですね。ああ、なるほど、ね。ただ作ってるのは金人製麺さんっていう、金人製麺さん、北海道の竹六ラーメンさんの麺を作ったのは金人製麺。ああ、なるほど。じゃあその何でしたっけ、例えばもやしとか、はい、メンマとか、まあ、玉ねぎとかそういう野菜とかもみんな北海道産のものとか。そうですね。ああ、じゃあ国内産ですね。そうですね。すごい。そうですね。で、私の場合は、はい、爆裂っていうのは辛いんですよね。そうですね。僕ね、辛いのがダメなのと、あと油ってどういうのを使ってるんですか？ラードは。ラードは普通に純正ラードですね。北海道、日本産、あれ植物、動物性ですよね。はい。チャーシューもこれ北海道産。そうです。チャーシューも一応自社農場、豚の自社農場。あ、持ってるんですね。そちらの豚のバラを加工して使います。ああ、そうなんですか。すごい。そうですね、僕、ちょっとね、辛いのがダメなのと、ラーメンって、ちょっとラードだとちょっとお腹を下すので、油を抜いてもらってるんですよ、ちょっとそこだけお願いしたいかなと思います。全然問題ないです。はい、すいません、じゃあ、ラード抜きで、あと辛くないやつ、確かね、中野の時は、牛脂をいただいたんですよ、牛すじいただいたら、たけさん、ちょっと辛くて、僕、食べきれなくて、じゃあ、さっぱりするのって、細川さんが出してくれたんですね。なので、こっちで言ったら、何がいいんですかね。でもあっさりしてるんだったら塩か醤油かどちらかですよね。味噌はやっぱどうしてもこってりになっちゃいます。そうですね。ああ、じゃあそうだな。じゃあ中野の時に牛すじの塩を食べたので、はい、牛塩を食べたから、じゃあ醤油のなんかチャーシューのるのってあります？いいですよ。じゃあ醤油と、あとは、これ辛くないですよね、牛チャーハンっていうのは。はい、じゃあチャーハンのセットで。わかりました。あ、ごめんなさい。醤油と。醤油って創業醤油ラーメンですか？はい。創業醤油ラーメンと。牛チャーハン。テーブルでいいですか？はい。じゃあ食券。すみません。はい。私東京のラーメン屋さんも結構載せたりはしてるので、もう竹六ラーメンさん。はい。よろしくお願いします。あれ確か竹さんの竹六ラーメンのホームページの2019年の5月ぐらいの見てもらうと、私のチャンネル載ってますよ。あ、そうなんですよ。はい。はい。わかりました。はい。これからはプロレスラー兼 YouTuber だけじゃなくて本気でインスタグラマーも目指しちゃうぞ。皆さんこんにちは、プロレス王子の三本です。福地所松の実の店長松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらがですね、北海道の総領地の醤油と牛チャーハンの方になります。こちらのチャーシューはですね、トンデンファームさん使ったエベトン豚を使ったですねチャーシューとなります。じゃあすみません、いただきます。あ、美味しいですね。あっさりしてるわ。この麺っていうのが札幌の黄色い麺なんですよね。札幌麺と通称させてもらってます。そうですよね。はい、なんか僕、はい、そのむつみ屋で習った東京日野市の、はい、そのバルムラーメンっていうラーメン屋さんも僕よく行くんですけど、はい、まあ僕の YouTube でも散々宣伝してますけど、はい、そこのなんかね似てますね、味が。この醤油と、はい、すごい後を引く味です。ありがとうございます。すみません。して次回はどういう話を聞きたかったとかあります？私は単純にその睦宮で武さんが修行を指導したじゃないですか、達人として。で僕は中学生の頃にミノモンタさんの司会の愛の貧乏脱出説を見てたんですよ。はい、で番組って視聴率が 15% も 20% もあって人気あったじゃないですか。だからその後どうなってるか気になってる視聴者のために YouTube を通じて全国の視聴者に番組が終わっちゃったから番組でやったお店の現状をとかその店主さんの現状を YouTube を通じてお届けをするっていう趣旨をやってるんですよ。でその当時、月形に来た3人の方のお店に行かれたんですか？私は行ってますね。本当に続けてラーメンやってらっしゃるんですか？東京日野市のこんちゃんって方がいるんですよ。方はまだやってます。で千葉県のひろしって一回リタイアさせられた子いましたよね。人は、やってはいるんですけど、なんか近所の方の話だと鹿島市の道路の区画工事の影響で臨時休業中とは言われてたんですよ。でも実際いざ行ってみたら近所の人の話だとさあ皆さん次回はいよいよその達人店でもある竹六ラーメン北海道総本店、現在の食事処松の実の店長であるその松の実さんに3人同時修行のね3人のお店の現状とひろしのやらかしてしまったね2つの不祥事の方をですねついに達人店にも伝達します。果たしてどうなってしまうんでしょうか。さあ次回も目を離さずお楽しみに。